매번 싱에 맞출 때.
で、ちょ、トライブ。このコースは一番標高の高いところになる14番のグリーン付近です。キムハヌルのティーショットです。完璧なところですね。ちょうどエッジまでは150ヤードあたりというところにボールが止まりました。バンク一番狭いエリアがあるのでスプーンを使う選手もいます。ハールはスプーン、はい、しっかりコントロールして、ツアー優勝通算6回、足をね、はい、動かしてましたね。立ちづらいんでしょうね。ここからご覧。んと。今キムハヌ選手のアドレスでちょっと変わったなと思ったのは、はい、まずアドレスにフェースを浮かせるようにします。じゃあパー5のチップインイーグルです。本当ですね、同じように打ちましたね。これがまっすぐカップに届きました。今週は韓国からも多くの応援、表情もキリッと締まってますし、はい、雰囲気を出すことがやっぱ大事なので、何かやってほしいですね、うん、現時点1アンダートップテレサルートは7打差ですが、あと2日あります。1番のスタートです。ちょっと反応が、あ、左サイドですね。ただフェアウェイです。はい。キムハヌルのティーショット。昨日はティーショットが安定しなかったと一日を振り返っていたキムハヌル。今日最初のティーショットです。ここは気持ちよくフェアウェイ捉えていきたいですね。いいんじゃないでしょうか。昨日のプレーを見ていてもティーショットが決まった時にはもうスッとこうティーを拾いに。
選手、昨日もずいぶん体は切れてるようですね。昨日と比べても違いますか？対して今度はキムハヌル、これまあどういうところを狙い目とってますかね。右に高い木がありますね、はい、そして左の林の間ぐらいがいいですよね、はい、右の高い木の方向行くとちょっと突き抜けてラフに入っちゃう場合があります。あ、ちょっと右ですか。ギリギリじゃないですかね。あ、右に来ましたね。これはあラフに入る、ちょっと打て1打差を追いかけるキムハヌル。これはフェアしてなお今日はノーボギー。日本にプレーし始めてね、なかなか勝てなかったんですけれども、一勝してから本当にどんどんやっぱり存在感が増してますね。ここは少しこうなだらかに打ち下ろしているホールで感じでは。キムハヌル。4月、5月、6月と毎月1勝を挙げてきたこのキムハヌルです。しっかりとフェアウェイをキープします。ユキムハヌルの今シーズンです。ここまで3勝です。現状獲得賞金は文句なしの1位。
おお、イップだ。イップだって何？綺麗。綺麗。おお、イップだ。イップだって何？綺麗。綺麗。